バナは、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、クックスハーフェン軍ザムトゲマインデラントハーデルンに属す、町村である。オッテルンドルフのグラマイアーシュタックの堤防が決壊して、4.5メートルの小規模な洪水が起こった、際の浸水地域ラントハーデルンに位置する。この町は、群長所在地クックスハーフェンの南東、約20キロメートルにあたる。バナは、 ニーダーエルベ地域に位置している。エルベ川川口及び北海に近いことから最大海抜5メートルだが、しばしば海抜以下のこの町は、高潮で堤防が損傷した場合には広範囲が水没する危険性がある。起こりうるシナリオがグラマイヤーシュタックの論文に記載されている。町内をエンメルケ川が流れている。バナはアーレンファルケンベルク、オスターバナ、オアスターバナーカンペン。 ジューダーレーダー、ベスターバナの各地区で構成されている。バナは、北から時計回りに、ノルトレーダー、イーリエンボールト、シュタイナウ、ゲストラント、ブルスターノルトゼイキュスでクックスハーフェント境を接している。バナの制御をルク境界、ベスターバナ近郊の巨石分解石は、主にベスターバナ西側の湿地やジューダーハイデに存在する。最初の文献記録は、 1139年に和年という表記でなされている。この頃、ブレーメンス門前の聖パウル修道院がバナに一の農場を所有していた。13世紀にジューダーレーダに礼拝堂があったことが証明されている。その後、被災の推薦権はノイ・エンバルで修道院に返した。1239年にまだ分割されていなかったザクセン公領のアルベルト一世は、 オスター花への街道とエンメルケが Y の排水路をジューダーレーダの教区民に売却した。14世紀以降はベスター花にも制御オルクに捧げられた教会が存在した。1369年頃にベスター花に新しい教会が建設された。この際、おそらく解体されたジュートレーダの礼拝堂の資材が転用された。1526年のセミミハイルの日と、 クリスマスとの間にバナは福音主義に転向した。1590年にこの町東部の草地や湿地がすでに存在していた農場の間で分割された。イーリエンボールとベスターエンレホレンダー農場の南側水路が西のジューダーレーダー豊富まで延長され湿地の排水路が完成した。1650年頃以降農業の他にアーレンモールの北端でのデー採掘が 経済の重要な因子となっていった。乾燥したデータンは、ほとんどがエンメルケ川やメデム川を経由して、オッテルンドルーフに運ばれた。1915年以後、バナの南に位置する割れ地や、湿地の開墾が着手された。ここにアーレン・ファルケンベルク集落が形成され、1951年からは、独自の礼拝堂を有している。バナは1970年に、 ザムトゲマインでハーデルンに加わったが、1972年に、その2年前に発足していたザムトゲマインでジートラントに移った。クロンスカルクバナの砂地には、戦士時代、古代の発掘土が数多く存在する。ロート上、ピーカー文化の巨石墓の他に、グラーベンベルクの小作戦時代の小筒墓埋葬墓が全国的な知名度を得ている。バナ銃とも呼ばれるクロンスカルクは、 アーレンの森にある巨石文化の遺跡である。それぞれ12月31日の数値、バナの町議会は13人の議員で構成されている。これは人口2001人から3000人のザムトゲマインデニ、ゾクス、マチソンの議員定数である。議員は5年ごとに住民の選挙で選出される。町議会は議員のニコレ・フリード・ホフを人気中の名誉職の主張に選出した。 バナの紋章デザインはベルギー生まれで後にオッテルンドルーフに住んだ紋章研究家で紋章画家のアルベルトデバドラヘによってなされた。彼はクックスハーフェン軍全域の多くの集落の紋章をデザインしている。1945年に日な地下に伴い元の紋章から銀の壺に書かれていたルーン文字が取り除かれた。図柄、黒字と緑地に上下に分割。 それに被せて銀の壺が描かれている。解説、ルーン文字のイングに由来する文様が刻まれた壺は、ベスターバナの辞書から出土した数多くの戦士時代の発掘品を想起させる。黒と緑の配色はハーデルンの色である。バナの郷土博物館郷土博物館は、古い農家の中に戦士時代、古代の出土品を展示している。村の鍛冶屋、器錄工房、 靴作りの工房も入っている。バナの音楽文化は、教会とそこでの音楽に彩られた礼拝によって特徴を付けられる。2010年にバナの基礎家庭学校はヘルマンラウエシューレと改名され、音楽文化分野に力を入れている。2011年にはハードロックバンドも結成された。バナでは、高知ドイツ語と北部定地作戦語が話されている。これらの文献は、 翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。